とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は釣り竿でタワー攻略していきましょう。今回16回の報酬で釣り竿がありますね。武器はまだボーンクラブなので、武器を取らなきゃいけません。まあ、これ21回か。の、ボスは楽になりそうな気はするよね。ヌストのアーマーをあげます。メイスかなんかはあったかな、途中に。ちょっとまだ定かではないんですけども、多分なんかあったと思うんで、それ取ります。ありましたわ、ありましたわ。18回の報酬でメイスがあるね。他になかった。いやー、メイスぐらいしか今回なかった気がするな。オッケー。とりあえず、エンチャント入れていきましょうか。まあ、虚無は1でいいし、クリティカル 3? で、ガーストかな ?1 でいいや。これでいきます。で、謎解き。それでは、ボスですね。テンポセフトがないところがなぁ、ちょっと厳しいかと思うんだけども。いいか。ちょっとテンポセフトがあれば一気に攻めれるんだけども。まあまあいいでしょう。このまま行きます。行くぞ。まあ。いい感じではある。この無敵の後に一気に。攻めてみよう。攻めれるか。いけ。ああ固まった。最悪。いいところで固まるよね、本当に。よし、 OK。 いった、来た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 。いや、でも押し込みきれる。 OK、 いけた。はいはい。やっぱ釣り竿で行くと邪悪なレース楽ですね。23回の報酬で斧があるんだけども、いや微妙だな。まだメイスの方がマシっぽいですね。両刃斧もいいんだけど、キノコないとダメなんだよね多分。ヌストの攻撃速度アップじゃ発動しなかったと思う。まあとりあえずアップドラフトでいくか。んで、ここはユニークはもちろん、スパイダーにしていきましょう。OK。あ、25回報酬で、魂のサイスがあるけども、コグクロスボウもあるのか。いや、でも、サイスにしましょうか。いやー微妙か。とりあえず旋風の回復はいらんか。いや入れとけ。一応回復入れて、で A でしょう。 OK、 これでいってみましょう。まあコムクロスもなくともアップドラフトあればいけるんじゃない。倒せなくはないからね。倒せなくはないんで、いけるいける。サイスがやっぱ強いわ。釣り竿にはやっぱサイスめちゃくちゃある。おーい、よし。ここはね1回ダメージなので、もしも落ちたとしても安心だね。2回ダメージのところがちょっと嫌になるけど、あれもバグだから早く直してほしいところではあるよね。 OK。 で次いけ。いいね、いいダメージ。やっぱサイズ強い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 。しかも旋風ついてるからね。あーでメイ、あーいやいやいや、発動しない発動しないわ。旋風衝撃波あるけど、確かメイスは釣り竿で発動しなかったと思うんだよな。 OK、 行きましょう。行くぞ。
なんかね、こっち側から行った方が安全な気がする。うん、いつもね反対側から行ってたんだけども、こっち側から行くとね意外と安全に行けるんだよな。うん、まあたまたまかもしれないけどね、こっちの方が安定する気はします。 OK、 もうちょい、こっち結構不意にねこのクリーパーが出てくるんだけども、反対側はその不意なクリーパーがいないのでいいかなと思いますね。よし、え、いや、一応入れるか。いや、いらんか、いらんよね、火力もともとあるんで必要ないでしょう。もうむしろいや無理しないとこ、無理せず行こう。うん、無謀入れずとも、もう速攻で倒せるよ。パワーシェイカーつけてさ、行きまーす。ほら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 。こんなもんよ。しゃ、あ、いやでも、めちゃめちゃ速いってわけでもなかったし。ドラ入れた方がよかったか？まあまあ、いや。とりあえず、釣り竿で行くと、レイス、弱なレイスね。あれは、すごい楽になるので、いいかと思います。はい、連射器ある人は使っていいんじゃないですか。では報酬見てみます。ネバネバか、うーん、ラストラフ、あ、クリさん、まあまあ使えるんじゃないですか。うん、ラスラーのクリさんか。で、下を全部採掘者にするとか、いや、いまいちだな。ネバネバは爆発1、まあラストラフでしょうかね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。